中川運河川から望む松重公門。松重公門とは愛知県名古屋市中川区でかつて共用されていた公門である。1968年に閉鎖され、現在は公門としては使用されていない。堀川と中川運河とを結び、近代期の名古屋の産業発展を水運面で支えていた遺構である。名古屋市都市景観重要建築物等に指定の旨記された 日松重公門は、大正期に、名古屋市都市計画事業の一環として、自然河川、中川の川幅を拡張する形での中川運河整備が計画された際、並行する堀川との連絡を図る必要性が挙げられたことに、その誕生の橋を発する。両者を接続するにあたり、堀川と中川運河では、堀川の水位が約1メートル高いため、 パナマ運河と同様の拷門による水調節を行うこととなり、1930年に建設を開始、1932年から供用が開始された。運用開始時には、東洋一の大運河、東洋のパナマ運河として名古屋名物の一つとなったという。水上交通が輸送の主役を担っていた時代は、松重拷門を利用する船も多かったとされるが、 その後自動車輸送に物流の中心が移行すると、校門の必要性も減少し、1968年に閉鎖、1976年に公用廃止となった。戦闘は校門の使用停止後には取り壊される予定であったが、保存を求める住民運動などもあって存続した。1986年には、名古屋市の有形文化財、1993年には、 名古屋市の都市景観重要建築物等に指定されている。また2010年には公益社団法人土木学会により戦勝土木遺産に指定されている。2012年には名古屋市が主催した第1回名古屋町並みデザインセレクションでの市民投票により町並みデザイン20選に選定されている。夜間ライトアップ中の松重公門記述にあたっては 名古屋港と三大運河田を参照した。松重港門は、名古屋市建築家の藤井信武の設計による幅9.1メートル、全長90.9メートルの港門であった。最大通行可能船舶重量は60トン、通行に要する時間は約20分であった。松重港門の象徴とも言える高さ21メートル、2対4本の船頭の材質は、 鉄筋コンクリートの人造石塗り洗い出しで、その一部に加工岩が張られている。これらの先頭は肛門を区切る鉄皮を動かす重りを上下させるためのものである。扉式の肛門が多い日本では先頭を設けて水調整を行う方式は珍しい。これについては、松茂肛門の建設当時には、名古屋市の他の河川も中川のように運河とする計画があり、 その計画が実現した際には、松茂公門はこれら運河の交差点となるため、どこからも目立つようにしたのではないかとする見解もある。名古屋港から堀川方面に水上輸送を行う場合、堀川を直接訴状するより、中川運河から松茂公門経由で輸送した方が、多くの場合時間の短縮となったことから、1935年時点で名古屋港から、 堀川方面に輸送を行う船舶4万4000隻のうち1万8000隻が松茂公門を経由したとされている。堀川の直接訴状に時間がかかったのは、堀川河口から新堀川合流地点までの間は、木材がいかだの形で水中に多数貯木されていたため水路が狭かったためとされている。中川運河川から望む松茂ポンプ所と松茂公門。 松重校門の中川運河側に隣接する形で建設されたポンプ所で校門の運用開始から5年後の1937年に完成し運用を開始した。ポンプ所の設置目的は第一には中川運河の水位調整である。中川運河は名古屋港の潮の緩慢による潮位変化の影響を受けるため環潮時には 運河水路の水位が低下しすぎて、船舶の通行に影響が出る。一方で満潮時には、水位が上がりすぎ、運河にかけられた橋梁に船舶が干渉する、他沿岸の浸水リスクが高まることとなる。このため、松重ポンプ所により名古屋港の平均潮位よりやや高い水位となるよう調整が行われている。また、中川運河より汲み上げられた水が堀川に放流されることにより、 相対的に水質の良い中川運河の水により、堀川の水質改善が図られることともなっている。ポンプ所の運転開始の翌年1938年には、堀川の松重公門から少し上流に位置する岩井橋までの導水設備が作られ、そこから放流が行われるようになっている。中川運河の水を新堀川の記念橋まで導水管を付設して、 同様に放流する計画もあったが、日中戦争激化による鉄鋼の不足により工事は打ち切りとなっている。水門の間はこの写真のように埋め戻されている。2012年現在、かつての高門の水路は埋め戻しが行われ、その上を名古屋高速道路都心環状線と名古屋市道江川線が通過している。また、中川運河川線等に隣接する形で、 松茂公門公園が整備されている。日没後午後9時まではライトアップされており、暗い市街地の中に戦闘が浮かび上がるかのような形となることから、松茂公門を見ると名古屋に帰ってきたことを実感するとする声を紹介したエピソードもある。戦闘については2008年度から修復、耐震工事が実施された。経年劣化し酸性化したコンクリートの補修。 および再アルカリ化処理、鉄骨補強による耐震性向上、外壁や街灯の補修などが行われている。中川運河側の斎藤については2009年度、堀川側の東東については2011年度に工事が完了している。また、名古屋市では、公門周辺を浸水広場として再整備する計画を進めており2013年にも着工予定である。 ありがとうございます。